というわけで、池上県の合宿で伊豆高原に来てるんですが、伊豆高原を走っております。いや、伊豆高原の本当にこれ別荘地なんですね。その中にこのこういう、ペンションみたいなのがあって、そこがアジトなんですが、今は夕暮れでございまして、そろそろ日が暮れてきたのかな。もうあちらに海が見えるな。いや、夕方になってね、暑かった。今日も少しは涼しくなってきたみたいですが、おお、こんな素敵な別荘地があるんだな。伊豆高原っていうか城ヶ崎海岸駅から降りてきたんですが、高齢社会があるんですね。こういう別荘の世界があるんだな。いや、ああいう木を見るとゼフィルスいるんじゃないかと思っちゃうんだよな。ちょっとゼフィルス季節、もうちょっと早い時期の方がいいんだろうな。いや、ずっと下ってるんだよね。ってことはこれ帰りは上りってことだよね。当然のことだったね。今日余裕帰りはこう開いてたらこういうことだ。いや、すでに上ってますぞ。上りになってますぞ。これなんかアップのとこもあるんでね、これ油断ならない。やっぱり土地の香りというか、海が近いですしね。なんか土地の記憶みたいなのが蘇ってきますね。いや、素晴らしい。いや、よいしょ。よいしょ。おー、潮騒の音が聞こえてきたな。いや、潮騒の音聞こえてきたよ。エズスタジオミュージックか。もうなんか海岸に行く道、海岸に5分って書いてある。意外だよ。海岸へ5分って書いてあるぞ。この道を出ると海岸に入るし。よし。いや、急に海岸っぽくなってきたな。いや、もうすごい本格的な山道だ。伊豆の踊り子でカバテスナジが歩いた道ってこういう感じで踊ったのかな。なんと一旦上がる。すごい、ほんと伊豆の踊り子っぽいわ。いや、伊豆の踊り子っぽいっすよね。こういう道をカブレスさんに歩いた気がするな。海だ。おお、海だぞ。海だな。海だということで、イガイガネというところに着きました。おー、イガイガネいいね。ということで、タカシがいた。タカシ、お、いいですか。タカシさん、海いいっすね。ちなみに、あの、この海はどういう意味を、この海はどういう意味を持ってるんでしょうか。大村山からです。大村山から火山が出て。マジ、あ、そうなの。やっぱりこれは人工生命的には、いや、やっぱり生命の起源を考えるとですね、この辺から生命が出たんじゃないかと思いますよね。以上、爆問のゲスト今週は木村隆先生でした。ここがね、降りていくんだよね。というわけで、行きは余裕帰りは怖いなんですが、これはまだまだフラットでございますね。
だいぶ日が落ちて涼しくなってまいりました。ここら辺は大きなところが多いな。暑いよ。涼しくなってきたといいね。今日まだ27度かあるんじゃないかしら。ふう。ここはむしろ下ってるところでさっき登ってきたってことか。ふう。よいしょ、だんだん日が暮れてきたな。水高原、城ヶ崎駅付近、日が暮れてきた。イエーイ。日が暮れてきた。ああ、カラスが行ってるわ。ねえ。汗だくだよ。汗だく。暑い。汗だくだ。暑い。さすがに暑い。いや。いや、なんかね、遅れてき、なんか、カッカしてきました。暑いっすよ。暑い。おー、ユリだ。わっせ。わっせ。わっせ。水高原走ってます。あっせ。うわ、上り坂だ。きつすぎる。きつすぎる。いや、暑い。というわけで、暑い中、海岸まで往復して、ぐだぐだになった水高原の旅ランでした。イエイ。